王者駅伝、その感動と笑いの舞台裏を完全密着。実はこの映画の話、何の前触れもなく都内のスタジオの控え室で仕事を終えたばかりのメンバーに告げられたのです。報告をします。はい、5月の下旬公開でに向けて映画を作ることです。映画を作る、その知らせに驚きの表情を見せるメンバーたち。すぐさま質問します。何の映画ですか？駅伝。はぁ、一番嫌い。駅伝じゃないよ、走るの駅伝。突然飛び出したこの話に嬉しい反面戸惑うメンバーたち。それぞれの思いは一体どうなんでしょう。涙ありとか、なんかそんなのかな。だからなんかこうね、恋バナとかあったらいいですね。ぜひともその中に中澤をって感じ。いや、駅伝多分楽しいと思うんですよ。あの辛くってその時ゴールしたらっていうのが、でもそれはきっとゴールした瞬間が楽しいなと思うんですけど、あと走る前とか走ってる途中とかは嫌じゃないですか、苦しいとか言って。もうそれの感じだと思うんですよ。ジャージとかだっていいんですよ、本当に OK。 何でもいいです。矢口ちゃんも短パンとかランニングとかも全くやめって感じ。私走れないんですよ。だからどうなるんでしょう。駅伝同好会っていうのに入ってたんですけど、もうねちょっとね、今正直楽しみっていうより気が重いです。全国の東映で流れるんだったらもうやる気がないでしょうっていう、やる気満々です。マラソンも後ろから数えた方が早いぐらいだったんで、やばいですね。期待と不安を胸に、その1ヶ月後クランクインを迎えました。最初の出番はこの2人。ダメから。体力やばいです。今日まずは阿部のシーンから。どういうシーンなんですか？走る、黙々と走る間に。いよいよ撮影が始まりました。本格的な映画は初挑戦の彼女たち。阿部の表情も少し緊張気味です。大変そうだな。自分もやるんです。まだ余裕が、まだ余裕があります。余裕じゃん。全然あやばい。あとはセクシービーム。セクシービーム。本物始まる前に全部やってくれてるじゃん。暇ですが、どうした？え？フラフラ。そんな矢口もスタンバイのため呼ばれました。監督から細かい演技指導を受けます。一方、阿部はすっかり演技の世界に。走った。久しぶりです。続いて矢口の出番です。最初のシーンはうまくいったようですが、ちょっと緊張した。無事終わったって感じ。まだまだ始まったばかり。まだワンシーンですから。そう、この後もまだまだ続きます。実はこの日の撮影はほとんど矢口のみのシーンだったのです。厳しい映画の世界、何度も撮り直しが続きます。冷たい海風に吹かれながらも裸足での撮影に臨む矢口。日没を迎えるまで頑張り続けました。もうね、足の感覚がないっす。やばい。冷たくて、うん、冷えすぎて、冷えすぎて大変。今日一人で誰か強いだもんね。いやいや。矢口の大奮闘から一夜明け、撮影2日目を迎えました。ちょっとシャレになんない寒さなんですけど、これ寒いです。って感じ。本日の天気予報の予定、今年一番の寒さプラス雪が降るかも。寒いよ。
とりあえず各自ウォーミングアップを。この日最初の撮影はランニングのシーン。少しずつ体をほぐすためちょっと走ってはみるものの、予報通り肌を突き刺すような寒さ。撮影開始。このシーンなんと香里は短パンで頑張ります。それから場所を移して今度は浜辺のシーンに。恥ずかしいも寒さにしておきます。なんとなく今はもうあんま寒いって感じない。痛い。この寒さの中でも海を見た瞬間元気になった人たちも。はい、帰った。いやさあ、私ファイナルアルコン好き。撮影の空き時間、こんなツーショットが。普段話せないようなこともここでなら話せるのかも。そして遅れてこの人が登場。合流して初めて全員揃いました。クランクインして以来初の全員でのシーンに臨みます。みんなタイム早くなってんじゃん。大会まで2週間もないけどそれならできるかもね。ほっか、やった。私たち行くのはない。よっしゃ、やるべしね。やるべし。今日はセルフはもうありません。終了。セリフと取り終わりました。もしかしたら私はもう夕方まで出番ないかもしれませんけど。2人の、カオリと2人で行ったんですけど、カオリと私の合計、レーンの合計がなんか60いくつとかで。もう寒すぎですよ。寒いのあかんの。あかんです。って感じ。むずい、寒い、すべてがこんな感じです。もう寒くて手がかじかんで、ボタン一個一個閉めるの超きついんですけど。いや、ボタン、ボタン、マジでボタン閉められない質問これ。あーって感じ。寒いよ。でも汗かいてる。寒さが身に染みる中、撮影は続きました。見る人の心に響く映画を作りたい、その一心で彼女たちは頑張り続けたのです。そしていよいよ駅伝大会前日を迎えました。あいにくの天気の中、現場の取材にこの人がレポーターとしてやってきました。モーニングの皆さん、そして明日走るみんなに、皆さんに、一言、今の心境を聞きに入りにはレポートにも行きたいと思います。おはようございます。ありがとう。あれ、なんかいっぱい飛ばして矢口さんって失礼だ。いっぱい皆さん可愛い。いよいよ明日ですけど、どうですか心境は。あのね、雨降ってるんですよ。ちょっと寒いでしょ今。うん、明日はちょっと寒い。そう、明日寒いかな。絶対寒い。あ、でも走ってるうちだったら、ね、うん、あ、でもやだな。リネはあれなんですよ、中耳炎になっちゃったんですよ。あれ、だから走れなくて明日一緒に。でもちゃんと応援してるので、ハローで4組出るでしょ、うん、その中でモーニングチームが一番遅いらしいよ。あら、あ、とりあえず明日は歩かないっていうことだけにしようよ。そうね、後藤ガンガン歩いてんじゃんこの人よ。でもさ、ここのトラック走るのね、初め3周、うん、歩けないよね。うちらが1位になるように応援しててね。わかった、うん、任せて、応援は任せてくれ。お、リーネの分まで走るからよ。はい、旗作ってこいの。あ、いいよ。ということで、じゃあ一生懸命応援してくれ。わかった。お、頑張れ。じゃあ明日よろしくな。頑張ってね。はい、明日よろしくお願いします。お願いします。じゃあ頑張ってね。バイバイ。この日は
映画の撮影もあり、それぞれその役柄として本番に向けて気分を高めていきます、はい、一方リンネはビデオカメラを手にして現場の雰囲気を自ら撮り始めました。ちょっと気づかないかな、中澤さん。そしてハロープロジェクトのメンバーを乗せたバスが到着。リンネが大会前の心境をレポートします。明日走るにあたってどうですか？当分っていうか、もっと目標いっぱい言ったないよ目標です。明日の目標、リタイアをしない。これのみ。メロンテープの皆さん、はい、はい、いよいよ明日走るにあたりまして意気込みを一つ。みんなハローの先輩たちとも一緒に走ったんだけど、うん、一番遅かった。寂しいよ。本当そう、ちゃんとタスキに、うん、リンネって書いとくか、うん、マジで偉いしまった。いいのいいのなんか電話かかってきて、その走った日の夜に、もしもしリンネとか、大丈夫なのとか電話かかってきて、心配だよね。そうなんか、そう聞いてよ、私アンカーになっちゃったんです。ないない私絶対嘘だと思って、何やってんのとか言ったら、いや本当みんなで走ってる一番速かったんだって。これはね、順位どうこうというよりは自分のペースで走れるように頑張ります明日。何何言ってんの。あやかちゃんは可愛いの治療があるから、あやかちゃんは好きなの。 If I run too much, I throw up。走りすぎだったら、そうかい、そうかい、そうかい、だから水ちゃんと取れるように気をつけて、そう、be careful、 いけ人に負けないように。あ、すごいね。でも、多分私も倒れるかもしれないから頑張って。頑張ってね。はい。そして陽気にはしゃぐ中澤と阿部。怒られてます。朝まで走るにあたって可愛いね。今日走るにあたって目標とか、めっちゃね緊張してんの。今日の朝から緊張してるってコメント初めて聞きました。私もすっごい緊張してんの。一回も歩かないのは自分の中で目標ね。歩いちゃうかもしれないけど、でも自分の中の目標は歩かない。言ってることが一緒なんだけど走らないんですよ。走れないんだよ。そっか、少女駅伝だもんね。少女駅伝。ギリギリやで、自分は言うとくけど。ギリギリじゃないよ、両方。まあ、来年も出れるけど。いらないよ、出ないわ。もっと言ったら、もう出ないわ。また映画の、ペンジランナー2で、お会いしましょう。もう明日で。1、2、3、4。だよね。ファイナル。だん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 出れる人も少なくなってくるから、ね、出れる人もだから。そうだよね。そんな中、こんな出来事が。監督から第一走者に指名された大谷、その責任の重さからか。一方その頃、メロン記念日のリーダー村田は、Crazy? You are crazy. You are crazy. Daniel and Rekha. 一夜明け、ついに駅伝大会本番の日を迎えました。前日激しく降った雨も上がり、うっすら日も差し始めた頃、スタンド席が会場となり、メンバーの勇姿を見ようと集まったファンが一斉に押し寄せました。この日集まったのは沿道を含めておよそ41,500人。会場に入りきれず、競技場の外にもあふれ返りました。そしてメンバーたちもいよいよ会場入り。それと同時に歓声が上がりました。ファンの皆さんもこの日を待っていたのです。ただいまより選手が入場いたします。皆様拍手でお迎えください。ついにこの時が来ました。
には51チームが参加。近県から強豪陸上部も駆けつけました。これより選手宣誓を行います。選手宣誓、朝比奈学園陸上部峯岸歩美。私たちはスポーツマンシップにのっとり正々堂々と戦うことを誓います。終わり、走る準備へと入ります。スタートが近づいた頃、メンバーを応援するかのようにすっかり晴れ渡りました。第一走者は後藤真希、ゼッケンナンバーは1番。競技場からのスタートです。日が差したとはいえ、どうやらまだ短パンでは寒い様子。いよいよスタートラインへと向かいます。他の選手たちもウォーミングアップを終え集まってきました。本番の幕が上がりました。第一走者はまずトラックを3周します。どうやらハローのメンバー全員いいスタートを切ることができたようです。トラック3周を終え、ほぼのコースに出ます。たくさんの選手が走りすぎる中、集団に彼女たちの姿が。平家を先頭に大谷、そして後藤が続きます。しかし後藤はちょっと脇腹が痛み出した様子。こうして苦しい表情を見せながらも、およそ 4800m を28分17秒で無事走り切り、第2走者にたすきをつなぎました。第2走者は市井さやか。20分28秒で走り切り、無事次へとたすきをつなぎました。第3走者は飯田香織。ハロープロジェクト2はココナッツ娘のミカ。ハロープロジェクト3は柴田あゆみ。ここでなんと香織は5人を抜き、好タイムでたすきをつなぎました。それを受け取ったのは矢口真理。斉藤ひとみと前田由紀が続きます。矢口はなんと51人中24位の好タイムで大健闘、最終ランナーにつなぎます。斉藤、前田も無事走り切りました。そしていよいよ最終ランナーは阿部夏実。3はメロン記念日の村田めぐみ。ハロープロジェクト2はココナッツ娘のレファー。ここまで4人が必死につないできたたすき、その重さをかみしめてゴールを目指します。メンバーが、そして大勢のファンが待つゴールへ。競技場に緊張感が走ります。走り終えたメンバーたちも戻ってきて、中澤安田と共に阿部を待ちます。そしてついに阿部の姿が見えました。競技場に入ってトラックを3周、最後の力を振り絞って走ります。安田が阿部に檄を飛ばしながら並走。他のメンバーもゴール地点で応援しながら阿部を待ちます。すでに香織は泣きじゃくっていました。阿部が最後の直線へと入りました。メンバーが集まります。そしてハロープロジェクト2、3も見事完走しました。
全員に温かい拍手が送られます。こうして駅伝大会は幕を閉じました。しんどかったです。率直な感想でしょ。しんどかったです。でも思ったよりも、なんだろう、倒れ込むぐらいしんどいっていうことは、ね、まあ、感動しましたよ最後は。うん、ファンの人たちとかお客さんがレファー頑張ってって言ってて、うん、レファーがもうできないっていう感じだったんだけど、うん、頑張って、あの、あとはもう吐きそうな気持ちしてたんだってね、レファー。いや、もう本当にみんな死ぬ死ぬって言ってました。もうやったって感じですね。もうやりきったぞっていう、もう達成感が今はいっぱいです。声援とかは分かったんですけど、そこはとにかくなんかすごい嬉しかったんで、それは笑ってたんですけど、後の方の声援はちょっとお腹が痛くなってきて下向いてました。なんとか次の人に助けをつなぐことができたので、あ、自分にもこんなに力があったのかっていうのを発見できました。練習でも5キロなんて走ったことなかったんで、走れるか不安だったんですけど、うん、本番だったらすごい自分でも思った以上に頑張れて、すごい自分に、走り切った自分に偉いって言ってあげたいです。助けを渡す時にもうすんごい、もうね、ちょっと感動しました。はい、楽しかったです。やっぱり先に待っている人がいるとか、やっぱメンバーの愛をすごい感じたんで、負けちゃいらんないなと思って走りました。はい、メンバー全員が本当に一致団結して、なんかいい思い出っていうか、いい出来事が、作れたような気がします。思わずずっと泣いてしまいました。はい、やっぱり周りで応援してくれるファンの人に助けられたというか、頑張れっていう声がすごい感動して、ちょっと泣きそうになりました。はい、ゴールした時にはすごいメンバーが泣いてるのが見えたり、自分の中でもすごいものすごい達成感があって、やりきったなという感じでしたね。それでやっぱり今まで以上にモーニング娘。メンバーがすごく好きになって、よかったなって、青春だなって思いました。まさかこんなに人の走ってる姿を見て感動すると思わなかったんですけど、演技、映画の撮影をしてるんだということを忘れてメンバーを応援してしまいました。いつもはニコニコ可愛い顔して笑ってる子たちが、すごい顔して一生懸命走ってるのを見ると、あ、こいつらかっこいいなと思ったんですよ。だから、拍手してあげたいですね。はい、それぞれの思いを一本のタスキに乗せスタートした駅伝大会、そのタスキによって彼女たちの絆は今まで以上に深いものとなったようです。感動をありがとう。